はい、半幕の本家の半間岩先生です。私はね、人間の上の生物、知能の生物ということでね、本物の貴族はそうだという、私がそうであると。で、本物の貴族は私しか存在しないというふうに説明いたしましたけれども、人間の学、いろんな部門がありますけど、博士とかね、学位とかね、ノーベル賞とかね、ありますけれども、まあ、人間たちにとってはやっぱり高い学力を持ってるんですけど、私から見ますと1000分の1以下なんですね、学力は。私と比べてね。で、人間の場合は博士とかいろいろ科学者とかね、生物学者とかね、医学関係の博士とかいますけれども、一個だけじゃないんですね。私の場合は実用的なものは全部博士以上卒業できてるんですね、上の生物はね。ということで、いろんな部門があると思うんですけどね、博士でもね、専門で詳しいね。ただ他は詳しくは ないですけどね、書いて詳しくなくなっちゃうんですけど、人間の場合はね。私の場合はそうならないんですね。上の生物っていうのは違うんですね。で、単品の博士じゃないんですね。ね。大体同じぐらいは行くんですね。だから総合的に言うと全然圧倒的に、1000分の1という低い人間たちの場合、どんな進んでるの、ね、そんな差が、私と差があるわけです。それだけで分かると思うんですけど、あと人間は話したり聞いたりすることも本当は一人じゃできないんですね。私と違って、上の生物と違ってですね。というのはテレパシーでね、情報を教わらないと、人間は頭が悪いんで話したり聞いたりできないんですね。だから分かったと言ったって700年後に分かったということなんで、曖昧しかできないんですね。それが人間たちの生物なんですね。これをよく知っていただきたい。で、人間そういうことで原始的なんで、私と比べてね、めちゃめちゃなわけですね。私と人間たちの場合は強制的に人間たちを動かさなければ何も動かないという現状ですね、今の段階でね。陶器だって免許だって人間よりが勉強してて、人間の免許取ったってね、全部消去してきます。で、強制的にね、私が利用、地球の中に住んでて、人間の中に住んでてね、生きないといけませんから、勉強人間よりができてるから、ね、免許をね、人間の中で取ってんだからね、消すなとね、いうふうにしてるんだけど、ほったらかすと取られます、全部。国籍も取られますし、全部なかったことにしちゃいます。というのは、まあ上の生物なんで人間という生物ではないというふうにね、動きますからね。ただ人間よりが古いんで、この地球は私のが一番古いんですね、貴族で、本物の貴族でね。で、偽物貴族は多いんです、人間たちを作るのがね。自分たちで名前を、徳川家なんかも自分で勝手に、ね、名前作って、普通の雑種ですね、人がなってる、みんなそうなんですね。ただ普通の人がそうなりたいということと、本物の貴族はやっぱ嫌いだということで、偉いということでね、全部自分たち都合に作ったものしか人間たちはやらないんですね。で、了解としてはね、私が生きるためにそういうふうに、免許とかね、国籍とか人間たちが消していくんですね。で、それを維持しないといけませんが、土地とかね、自分のものとかね、今住んでるとか。で、これね、ただ単に力づくりできないんですよ。人間、それを守るのに何千人、何万人ね、戦いで人間を殺さないと強いんだよということで、殺していかないと維持できないんですね。これはね、私が悪いんじゃないんですね。しょうがないでしょ。自分の陣地ね、ものを捉えちゃ困るんで、守るわけです。守るためにはね、人間に強さを見せたりとか、ね、教えてね、人間たちを相当殺さないと、殺さないで痛いとか言うだけじゃ人間効かないんですよ、野蛮で。だから、かなり多くね、人間たち処分しないと、
守れないんですね。これ正当防衛ということになるんで、みたいなもんでね。それをちょっと理解していただきたいですね。で、今後も、今までは私は若い時はね、財産も本物貴族で多いんだけども、体が怠けちゃうということでね、自分の財産もね、使わないでね、我慢して訓練もしておりましたけども、そういうことは必要ありませんから、自分の財産は全部ね、もう自分の、ね、ものが戻していきたいということなんですね。ビル・ゲイツとか、アマゾンさんのね、長者番付けども、私の方が創業者だしね、もっと金を人間たちから、回収しないといけないわけですね。で、あと、本物の貴族の財産ありますから、ね、それ全部。で、自分の保安で特に使いたいわけですね。今まで、なまっちゃうから、保安の力としても、自分の財産があっても、ね、別に置いていたらほったらかしてたわけですよね、わざとね、訓練の。もうそれは終わりましたから、還暦過ぎましたからね。ということをね、ぜひね、人間たちに、ね、知っていただきたいということでね。で、生きるためには攻めてくんで殺しに来ますからね。まだ殺さないのかっていうようなことで、誰もやってないのかっていうことなんですね。まだ殺さないのかって、しょっちゅう来るわけですね。それで自分の方、悪いことしてるわけじゃないんだから。ね。実際の話を聞かないんですね。当然嫌だから。攻めてくるのは守らないといけないんで、ね、悪いことしてるわけじゃないんでね。警察だって攻めてくるわけです。犯罪を犯してないけど犯罪者にしてくるわけですよね。ということでね、全部守るのには人間たちいつも殺してないと絶対ダメなんですよ。どんどん攻めてくるんですね。これを分かって試験にしないといけないですね、本当のね、上の生物としてね、ということなんですよ。何もしない痛いぐらいじゃ全然ダメなんですね。殺されちゃいます、私の方。